日本代表として台頭する超絶シューター富永啓生選手。アメリカ大学バスケットボール NCAA 一部ネブラスカ大学に通いながら世界最高峰のステージ NBA 選手を夢見る富永選手は2023年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを取り下げ、来季は再びネブラスカ大に戻ることを表明しました。どの位置からでも、どんな体勢からでもシュートを決め、驚異のロングシューターとして注目を集めている富永選手のシュートは何度見ても驚かされ、和製ステフィン・カリーと呼ばれていることはその実力を物語っています。今回は富永選手の実力を表す周囲からのヤバい評価エピソードを紹介したいと思います。まずは富永選手について簡単に紹介しましょう。2001年2月1日生まれ、愛知県名古屋市出身。身長188センチ、体重81キロ。富永選手の父、ひろゆきさんは元日本代表のプロバスケットボール選手です。身長は211センチ、体重は105キロと日本人歴代上位に入るほどの長身選手でした。父、ひろゆきさんは高校時代に全国大会で活躍後、日本大学在学中に日本代表としてユニバーシアードの準優勝メンバーとなりました。その後も1998年世界選手権に全日本のメンバーとして選出され、富永選手が5歳の頃に現役を引退しています。母ひとみさんも W リーグの前身である日本リーグ時代に三菱電機コアラーズで活躍した元バスケット選手です。156センチと小柄ですが、強気のスタイルで牽引するポイントガードだったようです。両親は富永選手が生まれた時から絶対にバスケット選手になってもらいたいと思っていたそうです。ちなみに両親ともに左利きであり、富永選手も左利きです。両親は0歳の時からバスケットボールをそばに置き、いつでも触れられるようにし、ボールと親友になるところから始めました。部屋にゴールがあるのはもちろんですが、お風呂場や車内にもおもちゃのゴールを持ち込み、無意識にでもシュート練習ができるように環境を整えていました。この環境が強みであるシュートレンジの広さやコントロールの良さにつながったのかもしれません。幼少期からバスケを始めていた富永選手は、小学校の卒業式で語った将来の夢は、バスケットボールの選手になって NBA で大活躍します、と、小学生ながらに世界を見ていました。中学生の時にバスケ部に所属していましたが、身長が170センチ程度しかなく、愛知県選抜メンバーに選ばれることはなかったそうです。それでも、当時父親が D ナゲッツバスケットボールアカデミー愛知校のコーチをしていたため、毎週のようにバスケをしていた富永選手は、バスケットボールセンスに長けていたため、アカデミー内で富永選手を知らない人はいなかったそうです。桜ヶ丘高等学校に進学後もバスケットボール部に所属し、高校2年生の時にはアンダー16日本代表選手に選出されました。高校3年生の時にはインターハイとウィンターカップで得点王を獲得しています。この年の高校選抜、アンダー18の日本代表選手に選ばれ、アジア選手権にも出場しています。母ひとみさんのコアラーズ時代にアシスタントコーチを務めていたのが、当時の桜ヶ丘校の指揮官である江崎悟コーチでした。その縁もあって、高校は桜ヶ丘に進学しました。富永選手をシューターとして開花させた江崎コーチ曰く、ポジションこそ違うが、勝負に向かっていく気の強さは母親譲り、と明かしています。2019年、アンダーアーマーが主催するイベントで、憧れのステフィン・カリーが来日した際、アンダー18アジア選手権に日本代表として出場した富永選手と同じ日本代表を務めた三谷圭二郎選手がイベントに参加しました。イベントではカリーの前でワンオンワンを披露した後にアドバイスを受けることができたのです。二人のプレーを見たカリーに必要なことや足りないことを尋ねると、カリーは正直に言って二人のプレーに心から感銘を受けた。ワンオンワンで対決した時も気を緩めず、すべてのポゼッションを全力でやっていた、と二人のバスケットボールに対する姿勢を褒めたたえています。高校卒業後はレンジャーカレッジに入学し、31試合に出場し、平均 16.8 得点、フィールドゴール成功率 54.9%、 スリーポイント成功率 47.9% というスタッツを記録し、持ち前のシュート力を発揮しました。1年後、活躍を知った NCAA 一部に所属するネブラスカ大学からオファーをもらい編入しています。2023年3月にネブラスカ大学での2シーズン目を終え、今シーズン、富永選手は大きな飛躍を遂げました。2月6日のペンシルバニア州立大戦でキャリアハイの30得点を叩き出すと、ここから5試合連続で20得点以上を記録し、次戦で11得点を挙げると、次のゲームで再び20得点をマークします。
ペンシルバニア州立大戦からは全ての試合で30分以上コートに立つなど、チームナンバーワンの活躍を見せました。FIBA バスケットボールワールドカップ2023に出場する男子日本代表の直前合宿の公開練習の時には、他の選手がスリーポイントラインからシュート練習をしているところ、富永選手はさらに 2,3 歩下がった位置からシューティングしています。美しい放物線は面白いように次々とリングに吸い込まれていくのです。今ではおなじみとなったロングスリーについて聞かれた富永選手は、全然力を入れなくても足の力加減で調節でできるんじゃないかなと淡々と答えています。そしてロングスリーを始めた経緯を聞かれると、高校2年生ぐらいからですかね、 NBA のラインを意識してというよりも、遠くから打てば打てるほど自分の武器になるし、ディフェンスもつきづらいということで始めましたと自慢の飛び道具を磨いてきた経緯を明かしています。日本に帰国中のオフの過ごし方は、愛知県の実家に帰省し、趣味のゴルフでリフレッシュしているようです。3人制代表選手だった東京オリンピックでは、8試合で全選手中6位の通算55得点を記録し、チームに貢献しています。ここ数年は肉体改造に着手し、筋力トレに加え、1日5から6食で体重は1年で約10キロ増えました。体型が変化しても連日300から500本ものスリーポイントシュートを放つことでシュートタッチをキープしています。尊敬するウォリアーズのステフィン・カリーと同じ背番号30を自らの希望で付け、自分の好きな番号でプレーできるのは嬉しいと語る富永選手は、台湾との強化試合の時にはチームとして47本中21本が決まり、成功率 44.7% を記録するスリーポイントシュートは日本の生命線と言われています。さて、着実に夢に向かって進んでいる富永選手ですが、賞賛が止まりません。ではどんな賞賛を受けてきたのか見ていきましょう。アジアカップ2022、男子日本代表はベスト8でオーストラリア代表に85対99で敗れましたが、富永選手は強烈なインパクトを残しました。バスケット男子日本代表トム・ホーバスヘッドコーチは、彼の成長に興奮していますと絶賛していました。アジアカップ前には、千葉ジェッツの富樫勇樹選手が、思い切りのいい選手だと感じた、彼の得点力は日本の武器になる、ポイントガードとして彼を活かせるように攻撃の視野に入れながらプレーしたいと語っていました。アジアカップで日本代表でプレーした富永選手に対し、トム・ホーバスヘッドコーチは、1年ぶりの合宿だったけど、うちのバスケを忘れていなかった、久しぶりの代表戦でも迷いはなかったと評価しています。この時第1クォーター残り5分5秒から途中出場し、圧巻のプレーを見せました。第1クォーターだけで3本の3ポイントシュートを成功させ、第3クォーターにも外から沈め、成功率 80%、 5本中4本を記録しています。フリースローは全3本を外していましたが、12分38秒出場で12得点を記録、入り出したら止まらないですね。2023年3月、両親が初めて日本から試合観戦にアメリカへ訪れました。その時の様子をフレッド・ホイバーグヘッドコーチが語っています。富永選手を応援する両親の様子がピナクルバンクアリーナのスクリーンに映されるたびに、富永のネブラスカ大での活躍を喜ぶファンからは歓声と拍手が沸き起こっていた、あれは本当に素晴らしかったと当時の様子を振り返っています。さらに客席からお辞儀をした動画が公開されると、アメリカのファンから文化素晴らしい両親と喝采が起きました。2022年2月19日、ネブラスカ大学の富永選手はメリーランド大学との試合で20得点4リバウンド1スティールを記録し、5戦連続の20得点超えの活躍を見せました。ネブラスカ大学バスケットボール部公式ツイッターは、この記録が NBA 2度制覇を果たした偉大な OB、キロン・ルーと並ぶ記録であることを紹介しました。すると日米ファンからは、今すぐ永久欠番にしろ、二人の並び熱いといった反響が寄せられていました。ヒロン・ルーは2000年2001年と NBA 連覇を果たしたレイカーズで活躍しました。その後チームを転々として2009年に引退しています。指導者としても手腕を発揮し、2015-16 シーズンにはキャバリアーズのヘッドコーチとして NBA を制覇しました。現在はクリッパーズのヘッドコーチとしてその手腕を振るっています。 NBA でプレーしている渡辺裕太選手は、シュート力に関しては日本の中ではズバ抜けている、日本では見たことのない選手と絶賛しています。日本の中では飛び抜けた才能があることは間違いありません。2023年2月5日、ペンシルバニア州立大学との対戦で驚異の30点をマークし、
チームは72対63で勝利しました。72点のうち30点を富永選手が決めた点数ということになりますね。この試合を見ていたアメリカの記者は、ステフィン・カリーは今や NBA のケイセイ・富永として知られている。ケイセイ・富永がショーの主役だった、とコメントしています。アメリカのスポーツネットワークチャンネルが富永選手の活躍ぶりを紹介するために発信したツイッターに、なんと世界のスーパースターステフィン・カリーが Love it, ケイセイとエールコメントを送ってくれたことは有名ですね。この投稿に対しても富永選手もありがとうステフィンと対応しています。アメリカファンからは最高すぎる、ステフが彼を認めてる、マジかよ、めちゃくちゃクールだ、本物には本物がわかる、ふさわしい注目を浴びてるね、皆が羨む、夢に生きてるな、いいぞステフはファンだな、などとお互いの投稿に反響が集まっていました。カリーがコメントしたことに対してフレッド・ホイバーグヘッドコーチは、彼のようなアイドルが世界中の何百万人ものフォロワーに見える形でメッセージを送ったことがまず相当すごいことだと語っています。2023年2月11日ウィスコンシン大学との対戦で22得点を挙げた富永選手は現地記者から最強のゲームチェンジャーと称されていました。これに現地メディアはツイッターで反応し、ビッグテンカンファレンスの放送局ネブラスカ対専門ツイッターアカウントは、日本のステフィン・カリー、ケイセイ・富永はここ4試合で98得点を挙げているとカリー級の選手として認知していることがわかるコメントを投稿しています。ファンからも素晴らしいパフォーマンスにふさわしい素晴らしいニックネーム、ステフィン・カリーはケイセイ・富永のパジャマを着てベッドに入る、彼はさらに高いレベルに上がったように思う、といったコメントが寄せられています。さらに地元放送局 NTV のレポーターニコール・ウィービング氏は、ラドガーズのファンは富永の爆発に心の準備ができていなかった、会場は静まり返っていると相手目線で富永の活躍を報道しています。カレッジスポーツ専門メディアオンスリーのロビン・ワシャット記者も、富永が4試合連続で20得点、彼は信じられないと伝えています。2023年2月14日ルドガーズ大学と対戦し、32分間の出場で22得点をマークしました。スリーポイントシュートも9本中4本成功し、4試合連続20点超えとなり、82対42の勝利に貢献し、活躍が止まらない富永選手についてアメリカのメディアは絶賛、ファンからもさらに高いレベルに上がった、パフォーマンスにふさわしいニックネームなどの反響が寄せられています。2023年2月28日ミシガン州立大学との対戦ではまたしても20得点をマーク、試合は67対80で敗れたものの存在感を放ちました。スリーポイントは8本中4本成功し、今季7度目の20点超えを成し遂げる止まらない活躍ぶりに、アメリカの記者たちは次々とツイッターで反応しています。アメリカ中東部をカバーする地方紙オマハワールドヘラルド紙のサム・マッコーエン記者は、ネブラスカ大にケイセイのようなシューターがいるのは久しぶりだ、ここ7試合は凄まじいと、直近の7試合で平均 21.3 得点の活躍を称え、 CBS の系列局 WFRB-TV でスポーツアンカーを務めるマット・レイノルゾン氏は、ケイセイよ見ていて楽しすぎると興奮混じりに投稿しています。富永選手のどこが気に入っているか聞かれたフレッド・ホイバーグヘッドコーチは、私はケイセイの全てが大好きだ、まず第一に人として、彼は本当に誠実な子なんだ、今は彼の活躍で観客の反応もすごくて多くの注目が集まっているが、それでも彼はとても謙虚、決してうぬぼれたりしない、さらに彼はソーシャルメディアを多用するタイプでもないから、自分のことをあれこれ投稿することもない、彼のそういったところも気に入っている。2023年3月にオールビッグテンの船外特別賞を受賞した富永選手ですが、アメリカのファンからは不満が続出しました。アメリカの大学スポーツの区分の一つであるビッグテンにはネブラスカ大を含め14校が所属しています。レギュラーシーズンが終了し表彰者が発表されました。14校のコーチが投票する部門と関係メディアのメンバーが選ぶ部門の各賞の中で、富永選手はベストメンバーに当たるオールビッグ10のファーストチームからサードチームまでには選ばれなかったものの、船外特別賞22人の一人に名を連ねました。しかしアメリカのファンからは、冷遇だ、船外特別賞だと、冗談だろ、なんて茶番だ、犯罪級だ、ビッグ10で最高のシューターの一人ではない、彼が一番だ、日本版ステフ・カリーを選ばなかったのかよと驚き混じりのコメントが寄せられていました。
2023年7月13日、バスケットボールワールドカップに挑む男子日本代表がメディアに練習を公開しました。シュート練習ではトム・ホーバスヘッドコーチが最も力を入れているスリーポイントシュートを選手全員が徹底的に練習。中でも目立っていたのはスリーポイントラインよりもさらに遠い距離から打つディープスリーを武器とする富永選手。練習中もディープスリーを何本も決めると、練習後に驚きのシュートを見せました。試合中にはプレーすることのないコート外のゴール裏へ移動すると、いきなりシュートを放すとボールは綺麗な放物線を描き、バックボードを越えてリングに吸い込まれました。これにはチームもえぐえぐえぐと驚き、さらに報道陣からも思わず驚きの声が漏れました。さらに富永選手はこれだけでは終わらず、今度はコート外に置かれたベンチに座ると、座ったままの姿勢から超ロングシュートを放ちます。これもリングに吸い込まれ、持ち前のシュートセンスの高さを見せつけました。今後の活躍が期待される富永選手ですが、プライベートで注目を集めているのは彼女の存在ですね。富永選手から発表したわけじゃないですが、インスタグラムや YouTube には彼女らしき女性との投稿が多く見られます。そしてその女性が超美人だと注目を集めています。名前はハンナさん。富永選手と同じネブラスカ大学に通っています。いかがだったでしょうか。富永選手を評価するエピソードは語り出したらキリがありません。今後も活躍とともにエピソードが増えていくことでしょう。今回はこの辺にしておきます。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いよいよ8月25日から開幕する FIBA ワールドカップ。近年急成長を遂げている日本代表が世界を相手にどこまで対抗できるのか、それを測るには最高の大会が間もなく開催されます。今回は日本代表がグループリーグで対戦する予定の3カ国の選手や各国から見た日本への評価について紹介していきたいと思います。その前にまずは今回のワールドカップについて少し解説していきます。今回のワールドカップは8月25日から9月10日までの期間に行われ、フィリピン、インドネシア、日本の3カ国で共同開催されます。出場国は全部で32カ国、それが8グループに分けられます。そして開催国内にある4つの会場に2グループの計8チームが集結し、1次ラウンドを戦います。1次ラウンドは同グループ内の4チームによる総当たり戦で、各グループの上位2チームが2次ラウンドに進みます。2次ラウンドでは1次ラウンドと同じ会場にいた2グループの上位2チームずつが総当たり戦をし、各会場の上位2チームがフィリピンのマニラで開催される決勝トーナメントに進出します。我らが日本代表はグループ E に属しており、大会初日の8月25日にドイツ戦、27日にフィンランド戦、29日にオーストラリア戦が控えています。死のグループとも評されている強豪ひしめくこのグループで進化を続ける日本代表が勝ち星を挙げることができるのか、注目が集まります。それではここからは日本代表がグループリーグで対戦するチームについての解説および日本に対する評価について紹介していきます。まずは初日に対戦するドイツ代表です。現在 FIBA 世界ランキング11位に位置し、昨年のユーロバスケットで3位に入賞するなど好成績を残しています。先日発表された代表12名の中には、昨年八村塁選手と共にレイカーズのカンファレンスファイナル進出に貢献したデニス・シュルーダーをはじめ、オーランドマジックに所属するモリツ・ワグナー、フランツ・ワグナー兄弟、インディアナ・ペイサーズに所属しているダニエル・タイスなど、 NBA の第一線で活躍する選手が多くロスターに名を連ねました。東京オリンピックで8位に入賞した後、新たにドイツ代表のヘッドコーチに就任したゴーディ・ハーバート氏は、死のグループについて、非常に興味深いグループに入った。ユーロバスケットに続いて死のグループだ。いずれにせよ、いい結果を収めるには、強敵たちを倒さなければならないから、ユーロバスケットでの成功に続いて、ワールドカップではさらに躍進したいと思っている、とコメントしています。やはり直近のユーロバスケットの結果から、自信を得たことが、このコメントからも伺えますね。また、これまでもドイツ代表のポイントガードとして活躍してきたデニス・シュールダーは日本戦について、2019年に一度対戦したし、日本で日本代表とプレーすることはとても楽しみだ。
観客はとても盛り上がるだろうし、僕もそれが待ちきれないね、と話しています。シュルダー選手が言及した2019年の試合というのは、この年の8月25日に埼玉スーパーアリーナで行われた日本対ドイツの国際親善試合です。当時、世界ランク48位だった日本代表が、同22位だったドイツ代表を相手に86対83で勝利した試合です。NBA ドラフトを間近に控えた八村選手が31得点と大活躍。渡辺裕太選手も20点を稼ぎ、日本のトッププレイヤー2人がレベルの高さを見せつけた試合でした。日本対ドイツといえば、2022年に開催されたサッカーワールドカップで、日本代表が下馬評を覆し、ドイツ代表に勝利したことは記憶に新しいですよね。ドイツサポーターとしては、これまでずっと格下だと思っていた日本に、サッカーでもバスケでも負けるのは非常に悔しいことでしょう。そんな国民の思いを背負った今回のドイツ代表、一筋縄ではいかないことは容易に想像できます。実力者揃いのドイツ代表ですが、実はもう一人 NBA から参加する予定がありました。ダラスマーベリックスでプレーするマキシ・クリーバー選手です。実はクリーバー選手、代表候補に名を連ねていたのですが、今大会への参加を辞退しました。その理由として、シュルダー選手の自身のポッドキャストでの発言があります。ドイツ語のポッドキャストの中で彼は、マキシは去年ユーロバスケットに出場していない、君がそこにコミットしていなかったのなら今年も出場することはないだろう、といった趣旨の発言をしたそう。後にシュルダー選手はこの発言について、個人的な敵意はなく代表チームへの思いが余っての発言だったとクリーバー選手に謝罪していますが、クリーバー選手は、昨年の大会で育まれたケミストリーを自分が加わることで壊したくないとして参加を辞退しました。それでもドイツ代表にはワシントンウィザーズで八村選手のチームメイトだったイザック・ボンガ選手など優れたプレイヤーが揃い、隙のない布陣になっています。日本時間8月10日、ドイツ代表はカナダ代表との強化試合に臨みました。カナダ代表もタレント揃いで、メンバーのほとんどが NBA 選手で構成されており、今回の強化試合に出場したメンバーには、オクラホマシティサンダーのルーゲンツ・ドート選手や、ニューヨークニックスの RJ バレット選手など、NBA で主力を担っている選手が数多くいました。そんなカナダ代表に対し、ドイツ代表は前半で16点のリードを奪い、そのまま逃げ切り、86対81で勝利します。フランツ・ワグナー選手が16得点4スティール、デニス・シュルーダー選手が16得点8アシスト7リバウンド、ダニエル・タイス選手は17得点5リバウンド4アシスト。NBA プレイヤーたちがさすがの貫禄を見せ、タレント軍団相手に見事勝利しています。この夏、ドイツ代表の歴史に新たな1ページを刻むのが待ちきれない、と語るシュルーダー選手。そんな彼を司令塔として、本戦に挑むドイツ代表、戦う準備も万全です。続いて紹介するのはフィンランド代表です。FIBA、世界ランクでは22位と、日本がグループ E で戦う中では最もランクが低いですが、それでも日本より格上であることは変わりありません。そんなフィンランドですが、実は初めてワールドカップに出場したのは2014年とかなり最近です。そこからわずか10年足らずで世界ランク22位まで上がってきている成長著しいチームです。このチームの愛称は寿司演技、狼のチームという意味の言葉で、試合に勝ったら狼のように吠えるのがチームの習わしになっているそう。初出場したワールドカップ初戦でアメリカ代表と対戦し、55対114と大敗した経験のあるフィンランド代表、その敗北を乗り越えつつある彼らは、ユーロバスケット2022でチーム史上最高の7位入賞をするなど、近年の成長は非常に顕著です。そんなチームをエースとして牽引するのが、ユタジャズでプレーしているラウリ・マルカネンです。2017年に NBA ドラフト7位指名を受け、シカゴブルズに入団。213センチの長身に加え、シュート力、ボールハンドリング、機動力などを備えたオールラウンドプレイヤーです。2022-23シーズンには前年と比較して最も成長した選手に贈られる MIP を受賞し、ノリに乗っている選手です。ユーロバスケットでも平均 27.9 得点、8.1 リバウンドとチームの7位入賞に大きく貢献しました。実は大会直前まで彼は兵役期間中で髪を丸坊主にして軍に勤めていましたが、そんな中でもトレーニングは欠かしていないようで、多角的ないいトレーニングができているとコメントしています。
今回のフィンランド代表候補には NBA プレイヤーはマルカネン選手しかいませんが、彼以外のプレイヤーたちも別の舞台で輝きを放っている選手が多く選出されています。ユーロバスケットで異彩を放っていた193センチの大型ポイントガードである18歳のミロ・リトル選手や、2011年のユーロバスケットから14年までの主要な国際大会全てに出場している32歳のシューター、サス・サリン選手など、有望な若手から熟練のベテランまで熱い選手層を誇っています。フィンランドのヘッドコーチであるラッシ・トゥオビ氏は今回のグループリーグについて次のように話しています。ドイツとオーストラリアは大会のメダル候補、我々はチャレンジャーというポジションになるが、決勝トーナメントに入るためにはファーストラウンドでどちらかを蹴落とすことが条件になる。日本については NBA 選手が2人いて、ホームのファンもいる。ダークホース的な存在として勝ち上がりを狙ってくるだろう。いずれにせよいい組み合わせだと思う。死のグループの中でチャレンジャーとして全てを投げ打って戦う覚悟が感じられますね。8月14日、フィンランド代表はリトアニア代表との強化試合に臨みました。リトアニア代表には現在ニューオーリンズペリカンズ所属のヨナス・バランチューナス選手がおり、インサイドを支配しています。この試合でバランチューナス選手が21得点16リバウンドと活躍し、リトアニアが84対80で勝利しました。フィンランドもマルカネン選手が32得点11リバウンド3ポイント5本とエースとしての役割を十二分に果たしますが、惜しくも勝利とはなりませんでした。やはりフィンランド代表攻略の鍵はマルカネン選手をいかにして抑えるかという点にかかってくると予想されます。最後に紹介するのはオーストラリア代表です。 NBA プレイヤーもこれまでに数多く輩出してきた言わずと知れた強豪国です。前回のワールドカップでは4位入賞、2020年東京オリンピックではチーム史上初の銅メダルを獲得するなど、近年さらに力を伸ばしています。FIBA世界ランクは現在3位、グループ E の中で最も上位に位置しています。ブーマーズという愛称で親しまれているオーストラリア代表ですが、今回の代表候補もかなりの実力者揃いです。初めに発表された18人の代表候補の中には、昨年渡辺雄太選手とチームメイトだったネッツのバティ・ミルズ選手、ブレイザーズのバティス・サイブル選手、バックスのジョー・イングルス選手など名の知れた選手たちが勢ぞろい。18人中10人が NBA 選手という布陣です。またこの18人中10人が東京オリンピックで3位に入賞した時のメンバーです。平均身長は 201.8 センチ。さらにオクラホマシティサンダーに所属しているジョシュ・ギディ選手が新たに加わります。この選手は203センチの高身長でありながらサンダーで司令塔として活躍しており、今大会でもポイントガードとして先発起用が予想されています。そんなオーストラリア代表、これまでコート内外でリーダーとしてチームを牽引してきたマシュー・デラベドバ選手が代表候補から外されてしまいました。デラベドバ選手は NBA で9年のキャリアを誇り、2016年にはキャバリアーズでカイリー・アービング選手のバックアップとしてチーム史上初の NBA 優勝に大きく貢献しました。オーストラリア代表としての経験も豊富で、ワールドカップには2回出場、オリンピックには3回出場と10年以上にわたって代表に選出され続けていました。それほどの選手が今回の代表候補から漏れてしまうほどに、現在のオーストラリア代表は優れた選手が多いということにもなります。またもう一人現役 NBA プレイヤーで今回のメンバーに入っていない選手がいます。ベン・シモンズ選手です。彼も渡辺選手と共にネッツで昨シーズンを過ごしましたが、腰の怪我により42試合の出場にとどまりました。ネッツでもチームメイトであるパティ・ミルズ選手によれば、シモンズ選手はワールドカップには出場する意向を示していたようです。ミルズ選手は、彼は体をケアして健康になろうとしている。みんながそれを望んでいて、彼にとっても必要なことだと思う。と話しています。今回の代表候補18人にも入っていましたが、リハビリを優先し、出場を辞退しました。シモンズ選手は2013年にオセアニア選手権で代表デビューを飾って以降、代表としての出場がありません。NBA オールスターやオール NBA チームへの選出経験もあるシモンズ選手、今後国際大会で彼の姿を見ることはできるのでしょうか。オーストラリア代表もワールドカップに向け強化試合を行っています。8月14日にはベネズエラと対戦しました。 FIBA 世界ランキング17位、こちらもまた強豪ですが、オーストラリア代表はなんとこのチームを97対41で下すという驚異的な強さを見せつけました。オーストラリアを引っ張ったのは、先ほど紹介した20歳の若き司令塔ジョシュ・ギディ選手でした。
彼はこの試合を14得点9アシスト8リバウンドとほぼトリプルダブルで終え、オールラウンドぶりを発揮しました。僕たちのほとんどはこれまで一緒にプレーしたことがない。強化試合を通じていい部分、悪い部分をそれぞれ持ち帰ろうと思う、とギディ選手は話しています。8月16日、オーストラリア代表はブラジル代表との強化試合に臨みました。ブラジル代表もフィバ世界ランク13位の強豪で、今回のメンバーには NBA プレイヤーこそいませんが、ブラジル国内リーグやヨーロッパのリーグで活躍している選手が揃っており、実力は十分です。オーストラリアにとっては格下の相手ではありましたが、今回の試合では90対86でブラジル代表が勝利しています。オーストラリア代表は前回のベネズエラ戦と打って変わって、シュートタッチをつかむのに苦戦し、チーム全体のシュート成功率は 41%、スリーポイント成功率は 26% と軒並み低い確率に終始しました。オーストラリア代表のヘッドコーチは、試合の入りがあまり良くなく、初めの5、6分でかなり追い抜かれた。でも長い目で見れば、この段階で負けを経験したのはいいことじゃないかな。トーナメントがタフなものになることを思い出すことができた、と話しています。そんな中でも、ジョシュ・ギティ選手は安定して高スタッツを記録しており、20得点10リバウンド4アシストでチームを牽引しました。日本代表のガード陣と30センチ近くの身長差のあるギリー選手をいかに抑え込めるかが勝負のポイントになってきそうですね。ここからはこれまでに紹介してきた国と対戦する日本代表に関して少し紹介します。はじめに代表候補18人が選出され、現在は12人まで絞られています。ポイントガードでは富樫勇樹選手、河村勇輝選手、シューティングガードには馬場雄大選手、西田雄大選手、富永啓生選手、スモールフォワードには比江島慎選手、原修太選手、渡辺優太選手、吉井宏隆選手、パワーフォワードには井上総一郎選手、ジョシュ・ホーキンソン選手、センターには川又浩也選手。この12人に加え、ルーフ・エヴァンス選手がコンディションに不安のあるホーキンソン選手のバックアップとして一時的にチームに同行しています。ここに至るまでにも、過去に代表で活躍していたニック・ファジーカス選手など代表候補から漏れてしまった選手は数多くいますが、その中でも特に日本代表の大黒柱ともいえる八村塁選手がメンバー入りしていません。今後の NBA でのキャリアを考慮し、この夏はトレーニングと体のコンディション調整に集中するため、ワールドカップ欠場を決めたそうです。ドイツ代表で八村選手のレイカーズでのチームメイトでもあるシュルーダー選手も、ルイは出場しないかもしれないと言っていたけど、日本で日本代表と試合をするのはとても楽しみだ、ルイが出場してくれたらいいなと話していました。 NBA のチームメイト同士の戦いを見たかったですが、仕方のないことですね。ワールドカップ開幕を目前に控える中、 FIBA がワールドカップ出場国のパワーランキングを発表しています。オーストラリアが3位、ドイツが5位、フィンランドが11位につける中、日本はグループ E の中で最低の22位にランク付けされています。その最も大きな理由として、 FIBA 公式は最大のスターをロスターに加えられなかったことを挙げています。最大のスタートはもちろん八村塁選手。このパワーランキングは6月末にも一度発表されていましたが、その際の日本の順位は14位でした。その後に八村塁選手の欠場が決定し、それが今回のランキングに反映され、日本は8ランクダウンという結果となりました。ですが現在の日本代表メンバーにも、 NBA で大活躍中の渡辺裕太選手や、 NCAA で抜群のシュート力を見せている富永啓生選手など、世界を相手に戦える選手は多くいます。その他のメンバーも B リーグや海外経験のある選手ばかりで、戦力は十分すぎるほどにあります。前評判に逆らってジャイアントキリングを成し遂げてほしいですね。いかがでしたか？今回日本が戦うグループ E が一筋縄ではいかないということがお分かりいただけたと思います。しかしこれは逆に言えば、日本の実力を世界に証明するチャンスでもあります。今の日本に対する評判を蹴散らすぐらいの素晴らしい試合を見せてくれることを期待しましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。今回紹介した国、選手たちについて知っていることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。今後もバスケに関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。日本バスケ界を牽引してきた一人であり、プロ歴10年を迎えても全く衰えを感じさせない比江島慎選手。
そんな比江島選手は活躍する若手選手から刺激を受けているようで、2023年8月25日から始まる FIBA バスケットボールワールドカップ2023では最年長の代表選手です。独特なリズムのドリブル突破と高い得点能力が持ち味であり、日本代表選手歴は11年という経歴を持ち、主力選手として活躍してきました。現在は日本人初 NBA プレイヤーとして革命を起こした田臥勇太選手も所属する B リーグの宇都宮ブレックスに所属し、過去には B リーグモテ男決定戦ナンバーワンにも輝いているモテ男です。そして人気を集める理由は容姿だけではなく、比江島ステップをはじめチームを勝利に導く実力と才能です。今回は周りからの比江島選手に対する評価を紹介したいと思います。まずは比江島選手について簡単に紹介しましょう。1990年8月11日生まれ、福岡県出身、身長191センチ、体重88キロ、母と兄の3人家族であり、母子家庭で育ちました。比江島選手のポジションはシューティングガードです。兄の影響を受けて6歳の時にバスケを始めた比江島選手は、福岡県のコガブレイスというミニバスケットボールチームに所属し、小学6年生の時にミニバスケットボールの大会で全国1位という成績を残しています。比江島選手の代名詞でもある比江島ステップは、コガブレイスで当時監督だった菅俊治さんから教わったそうで、自然に身につけていきました。小学生時代は学校の授業が終わると、兄とバスケットボールを持って一目散に自転車で公園に向かい、辺りが暗くなるまで1対1を繰り返していました。バスケの強豪校、福岡市桃地中学校に入学した比江島選手の才能はあっという間に知れ渡り、桃地中に比江島誠はありと噂が広まっていきました。中学校時代はキャプテン、エースとして活躍し、全国中学校バスケットボール大会では全国大会3位の結果を残しています。この頃の身長はすでに180センチでした。当時のバスケ部顧問敦賀隆弘先生は、比江島選手との出会いについて、その時は衝撃を受けましたね。将来 NBA にもし日本人が行けるとしたら、こういう子なのかな、と当時受けた衝撃を振り返っています。中学卒業後は、京都の洛南高等学校に進学し、男子では史上2校目となるウィンターカップ3連覇に貢献しています。ウィンターカップ3連覇を達成しているのは、田臥勇太選手がいた能代工業、比江島選手がいた洛南高校と八村塁選手がいた明星高校の3校のみです。実はこの時、試合が始まるまでは吐きそうだったと語り、3連覇を決めた後はホテルのベッドに座り込んだらもう立てなかったと当時を振り返っています。青山大学に進学した2009年には、全日本大学バスケットボール選手権大会で2010年と2011年の2年連続優勝を果たし、4年生の2013年も3連覇に貢献し、MVP を受賞しています。在学中の2012年には日本代表に初選出されました。2012年に日本代表に選出されてからは、ウィリアム・ジョーンズカップに出場し、大田区総合体育館で開催された FIBA アジアカップでは準優勝を成し遂げています。2013年には、インチョンで開催された東アジア選手権で3位となり、マニラで開催されたアジア選手権で9位となりました。同大会では7試合に出場し、1試合平均 5.1 得点、2.6 アシストをマークしています。2014年アジアカップでは6位となり、インチョンアジア大会では5大会、20年ぶりの3位入賞に貢献しました。青山学院大学を卒業後の2013年、B リーグのシーホークス三河に入団し、プロ1年目から主力選手として活躍すると、2013-14 シーズンの NBL ルーキーオブザイヤーを受賞しています。2015-16 シーズン、2016-17 シーズンと2シーズン連続でシーズンベスト5を獲得し、2017-18 シーズンには B リーグ MVP を受賞しました。2016年の第91回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会では、シーホース三河が5年ぶり9回目の優勝を果たしています。2018年には海外への挑戦を全面的にサポートすると約束してくれた宇都宮ブレックスへ移籍しました。入団から1ヶ月後にはオーストラリアリーグ NBL ブリスベンブレッツへ移籍し、海外へ挑戦したのですが、5ヶ月後に退団しています。
思うような結果が残せなかった比江島選手ですが、当時ブリスベンブレッツでヘッドコーチを務めていたアンドレ・レマニスは、言葉の壁から細かなニュアンスを伝えられず、彼の力を引き出せませんでした。私は誠の挑戦を誇りに思っています。と語っています。海外移籍後となる FIBA ワールドカップ2019ではアジア式予選での勝利に貢献しています。この時、比江島選手は日本人選手最多得点を記録しています。2018年4月には女手一つで男の子2人を育て上げ、比江島選手のバスケ環境をサポートしてくれた母が心臓発作で亡くなりました。直前には比江島選手にご飯作っておくねと連絡が入っていたそうです。その後も比江島選手は気丈にコートに立ち続け、母の日に決めたシュートの後は天を指し母に捧げるポーズをしていました。さらに2018年に MVP を獲得した際のスピーチで涙を流しながら母との死別を報告し、多くの人が涙しました。母はバスケの名門校の福岡市立桃地中学校へ進学するために学区内まで引っ越しをしたり、海外まで応援に行ったり、全力で支えてくれていました。2019年の夏にはニューオーリンズペリカンズの一員として NBA サマーリーグに出場しています。2019年には FIBA バスケットボールワールドカップ2019の代表選手に選ばれましたが、実はスランプに陥っていました。そんな時、大先輩の田臥選手が、お前の持ち味はそこじゃないと思う、なんだそのステップ、相手が混乱するようなドリブルが持ち味だと見失っていた自分を取り戻すきっかけをくれたそうです。2022年には宇都宮ブレックスをチャンピオンに導き、 B リーグチャンピオンシップ MVP を受賞しています。2022年11月にはキャリア通算5000得点を達成し、2023年3月には個人通算400本のスリーポイントシュート成功を達成しています。2022-23 シーズンはチャンピオンシップ出場を逃したものの、平均 13.0 得点、4.2 アシスト、スリーポイント成功率はリーグ3位の 43.4% を記録し、6月に契約続投を発表した比江島選手は、在籍6シーズン目となる 2023-24 シーズンは必ず王座奪還をしたいと強く語っています。ポイントガードを務める比江島選手の大きな魅力は、対人プレーである1-on-1の強さです。比江島ステップでゴール下に切り込み、得点を重ねます。さらに精度の高いシュート技術を持っています。一度波に乗ると相手選手が手をつけられなくなる時があり、この時間は比江島タイムと呼ばれるようになりました。30歳までに結婚したいと語っていた比江島選手は現在も結婚していません。チームメイトには優柔不断、結婚は無理だといじられているようです。ちなみに比江島選手の好みのタイプは、自分があまりしっかりしていないという理由からしっかり者が好みで、自分が面倒くさがりで人見知りのことから、面倒くさがらず何でもやってくれる人に惹かれるそうです。顔は洋風より和風がタイプで、芸能人で言うと佐々木希さんや川口春奈さんと明かしています。さらに動物が好きな比江島選手の理想のデートは、動物園や水族館に行くことで、一緒に動物を見ながらブラブラするのが理想と語っています。日本一を経験し NBA のサマーリーグに参戦した経験を持ち、日本代表でも中心選手の一人としてチームを牽引してきた比江島選手はどのような評価を受けているのか見ていきましょう。 FIBA バスケットボールワールドカップ2019出場をかけたアジア地区2次予選ウィンドウ6を直前に控えていた時のインタビューでは、キャプテンの篠山竜星選手は比江島選手について、比江島選手がいれば勝てる気がする、そう思わせる選手ですと語っています。2023年ワールドカップの代表選手である比江島選手は、バスケ日本代表ヘッドコーチトム・ホーバスコーチから、あなたの経験が欲しいと伝えられたそうです。2022年11月30日に行われた群馬クレインサンダーズとの一戦で、シーズン最多の29得点と大爆発した比江島選手について、敵将の水野浩太ヘッドコーチは、僕らが頑張っても止められない、賞賛に値すると脱帽しています。宇都宮ブレックスの笹則夫ヘッドコーチも、練習からシュートのタッチが良かったとベテランエースを賞賛していました。2022年宇都宮ブレックスをチャンピオンに導いた時には、安西隆三ヘッドコーチは、いつの間にか比江島誠が帰ってきたとユニークな言い回しで活躍を賞賛しています。
同大会の準決勝の時にフリースローを9本中9本成功させ、勝負強さを発揮し、チーム最多の24得点を挙げた比江島選手について、安西竜三ヘッドコーチは、比江島はエース、そこを発揮してくれた、と称賛しています。シーホークス三河時代は、オルトン選手とのコンビネーションが抜群でしたが、ある日の試合で、比江島選手のピックアンドロールが冴え渡っていた試合がありました。オルトン選手も、あまり褒めたくないんだけど、比江島はいい選手で、いつも欲しいところにパスをくれるんだよ、と称賛していました。独特のリズムを持つ選手と言われる比江島選手は、対戦した選手たちから、そのリズムを言葉で表現するのは難しい、と言われています。2011年、ユニバーシアード日本代表チームの指揮官を務めていた陸川明ヘッドコーチは、当時メンバーの一人だった比江島選手について、自分のリズムでズレを作ることができる。リズムでズレを作ってディフェンスを外すんですね。あの技術は教えてからできるというものではなく、天性のものと言っていいでしょう。これから先、間違いなく日本のバスケットを牽引していく存在になるはずです。と予想していました。2015年のアジア選手権。フィリピンとの準決勝で開始直後から比江島選手の能力が爆発し、前半だけで22得点を稼いだ比江島選手からは、これまでにない溢れんばかりの気迫が感じられました。しかし、中盤に加速したフィリピンに振り切られる形で、70対81の敗戦となり、試合後のミックスゾーンではその悔しさが涙となりました。こらえようとしても込み上げる涙で言葉が詰まり、相当な悔しさを味わったことが伝わってきます。比江島選手のそんな姿を隣で見ていた敵将、フィリピンのヘッドコーチ、ダブ・ボールドウィンは、最初は遠慮気味に比江島選手の姿を見ていましたが、自分のインタビューを中断させてまで比江島選手に歩み寄りました。そして、比江島選手の肩を抱いて、You are champion! と声をかけました。東京オリンピックの男子代表が発表された時には、ラマス・フリオ監督は比江島選手について、クリエイティブなプレイヤー、いろいろな戦術のバリエーションを持っていて欠かせない選手と選出理由を語っています。さらにラマス・フリオ監督は2019年にラスベガスで開催された NBA サマーリーグに参加した比江島選手を見て、出場機会が少なかったものの出た試合や練習に関わったという部分で多くの経験を積んで今後に活かせると評価しています。2023年8月5日代表練習後のインタビューで渡辺裕太選手は比江島選手について聞かれると、技術的に一番上手いのはマークだと思うと称賛する一方で、僕らが彼らを評価している以上に彼は自分を評価できていないと語り、マークは最年長でおじさんなのでマコらしいプレーをしてくれることが一番いいと思うと終始笑顔で語っていました。シャイな性格で有名な比江島選手ですが、高校時代のコーチである吉田裕二は、OB である竹内譲二選手が OB 戦に母校に訪れた際に、当時高校で活躍していた比江島選手について、比江島っていうのは本当に何を考えているのかわからないやつだ。だから行きたい大学もわからない。お前が相談に乗ってやってくれ、と言っていたそうです。後日竹内選手が改めて比江島選手に電話をし、どこの大学に興味あるの?と聞くも、比江島選手の声が小さすぎて何を言ってるかわからなかったそうです。あまりの声の小ささに竹内選手は、え?え?と100回以上も聞き直すこととなり、この時5分ぐらいで終わる電話の内容を30分かけて話したそうです。しかし高校時代の活躍について吉田コーチは、必要な場面で力を発揮する選手だったと称賛しています。一方で必要でない時は手を抜いていたと言い、比江島選手は早く変えてくれという顔でベンチをチラチラ見ていたそうですが、コーチは合図に気づきながらもあえて交代はしなかったそうです。青山学院大学時代、インカレ決勝で敗れた後に行われた天皇杯試合直前に、監督の長谷川健志に、お前が負けたままで終わるのはダメだ、お前はこんなところで終わる選手じゃない、最後はお前の実力を証明してこいと言われ、28得点9リバウンド11アシストという驚異的なスタッツを残しました。比江島慎選手が初の日本人選手としてブリスベンバレッツと契約したことについて聞かれた富樫勇樹選手は、比江島選手の移籍はいろいろな選手の刺激になった、特に彼の性格的なところでああいう選手が海外に挑戦するということでみんなびっくりしたと思いますと語り出しました。さらに海外では生活できないだろうっていうような性格なので、
一人で英語でのコミュニケーションを取れるっていう感じでもないのに、そんな選手が一人で海外挑戦するっていうのは、他の選手たちにも本当に良い刺激になったので、活躍してくれることを願っています。と、エールを送っていました。宇都宮ブレックスに特別指定選手として加入した筑波大2年の小川敦也選手は、母校の先輩である比江島選手を憧れの選手に挙げています。一緒にやれるだけでも夢みたいなこと、感慨深い。と嬉しそうに語っていました。張本天傑選手がインスタグラムに投稿した比江島選手がふさふさのウサギの被り物をかぶってニコニコしている写真が投稿され、ファンからはかわいいとコメントが殺到していました。2023年8月11日に33歳の誕生日を迎えた比江島選手は、日本代表選手との練習後、チームメイトにお祝いされていた様子が公開されています。川又浩也選手に顔面パイ投げで祝福され、大盛り上がりだったようです。この時のインタビューでは、渡辺選手は満面の笑みを浮かべながら、マコももう33歳か、超ベテランの域ですね、昔からマコはずっと上手いんで、と祝福の賛辞を送っています。チームキャプテンである富樫選手は、多分まだ12年ぐらい現役でやる、確実に俺と優太の方が早く引退すると思う、なので、まだまだ彼にはやってもらいます。と語っています。川又選手は試合中に、今日、お前が MVP やと褒め合っているそうです。さらに、川又選手はインタビューで、あの比江島選手が頑張ってるから、俺は絶対頑張ります。と語っていたことがあります。いかがだったでしょうか？比江島選手のエピソードは、周囲から愛されていることが伝わってくる評価ばかりでした。語り出したら、キリがありませんが、今回はこの辺にしておきます。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。日本で初めて高校生でプロリーグ出場という偉業を達成した河村勇輝選手は、日本代表にも選ばれるなど、現在最も勢いのある選手の一人と言えます。高校卒業後は一度は大学へ進学しましたが、自らをさらに高めるために大学を中退しプロへ転向しています。その決断力やその行動力は多くのバスケファンを驚かせました。今バスケ界で絶大な人気を誇る河村選手の周囲からのヤバい評価エピソードを紹介したいと思います。河村選手といえば、当時史上最年少で B1 サンエーフェニックスの選手として招待選手ながらもプロデビューしたことでも有名です。当時のフェニックス影 GM はそのボディバランスやバスケスキルを高く評価していました。影 GM は大学のトップ選手に引けを取らないほどだと語っています。さらに河村選手の凄さはフィジカル面だけではなく、ミスした原因を瞬時に把握する能力も持ち合わせており、影 GM もその冷静さに驚いていました。サンエーフェニックスの入団記者会見に登場した河村選手は、控え室では緊張からそわそわしていたそうです。それでもいざ記者の前に出た河村選手は、緊張した雰囲気を感じさせないほどキリッとした表情で会見に臨んでいました。そんな切り替えの速さやメンタルの強さも、影 GM をはじめとする多くの関係者を驚かせたそうです。サンエーフェニックス時代、高校生だった河村選手は外国籍の選手たちから冷たい視線を送られていたそうです。ですが練習に参加した河村選手を見ると、その印象は一変、あまりに正確なパスに驚いたそうです。最初は冷たい視線を向けていた外国籍の選手たちも、河村選手のバスケの上手さにすっかり心をつかまれたようで、すぐにチームに溶け込んでいきました。影 GM はさらに河村選手の凄さをインタビューで語っています。その随一とも言えるスピードもまた目を見張るものがあるそうです。当時河村選手がフリースローを打った本数の1試合平均が 3.9 本であり、日本人選手全体で3位という成績を残しています。この数字の凄さは、河村選手の切り込むスピードと止まる速さの緩急がありすぎるからなんです。必死についていこうとすると、瞬時に止まる河村選手の動きについていくことができず、思わずファールをしてしまうのだというのです。プロでも惑わされてしまうほどの緩急の持ち主であり、それがまた18歳の高校生だったというから驚きですよね。河村選手は2023年6月2日に行われた B リーグアワード賞2022-23にてレギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞 MIP を受賞しました。この賞は
コート内外問わず見る人の心を動かし、最もインパクトを残した選手に与えられるもので、河村選手はバスケットボールをプレーする育成世代の憧れの選手であることや、メディアの注目度も高いこと、さらに連日メディアで取り上げられるなど、日本バスケをより広めたことなどから今回の受賞につながりました。高校生にして日本トップリーグである B リーグの三栄フェニックスの特別指定選手として B リーグの試合に出場した河村選手。しかし当時の評価はあまり高いものではなく、そこまで期待されている選手というイメージはありませんでした。しかし B リーグ初戦に千葉ジェッツ船橋と対戦すると8得点を獲得するなど、その存在感を見せつけます。さらに翌日、千葉ジェッツ船橋との試合では両チームトップとなる21得点を挙げています。その活躍ぶりにバスケファンからは、高校生とは思えないという感想が多く寄せられていました。三栄フェニックスの川内ヘッドコーチからも、すでに一人のプロとして見ていると評価されるなど、プレーやメンタルの強さでも高い評価を受けていました。バスケで半端ない実力を見せつける河村選手ですが、なんと頭もかなりいいんだとか。父親が教員ということもあり、勉強もかなり熱心にしていたようです。さらに河村選手の姉は、なんと早稲田大学に進学するなど、秀才一家です。そんな父や姉の姿を見ていた河村選手は、福岡第一時代はなんと、国立大学進学コースにいました。バスケ名門ということもあり、チームメイトのほとんどはスポーツ特進クラスでした。バスケ三昧の毎日の中、河村選手は勉強もおろそかにせず、中学時代には200人中、常に一桁の順位をキープするなど、勉強もかなりストイックに続けていたんだそうです。まさに、文武両道を地で行く人物ですね。福岡第一高校に進学した河村選手は、1年目からその頭角を現し、すぐにレギュラーに定着すると、アンダー16の日本代表選手にも選ばれています。順風満帆なバスケ生活かと思いきや、河村選手が1年生の時に出場したウィンターカップでは、決勝に残れず4位という成績で終わっています。日本4位なんてかなりすごい成績ですが、河村選手はこの成績に満足せずに、目の色を変えて練習したそうです。その結果、2年生の時にウィンターカップを制覇し、3年生の時にはウィンターカップとインターハイの2冠を達成し、絶対的エースとしての存在感を示しました。高校生時代から特別指定選手として B リーグに出場していた河村選手は、名門東海大学に進学してからも特別指定選手として B リーグで活躍していました。高校生、大学生がプロの中で活躍するということだけでもすごいことなのに、河村選手はその記録もかなりすごいんです。大学生にもかかわらず出場平均時間は20分以上を維持し、11試合中7試合にスタメン出場、平均得点は 12.6 と驚異的な記録を残し、多くの人の記憶に残ることとなりました。 B リーグの中でも圧倒的な存在感を示す河村選手、その代名詞といえばやはりスピードではないでしょうか。あまりの速さにスピードスターの異名も持つほどです。その速さは高校時代からであり、河村選手のドライブには誰も追いつかず、相手選手を置き去りにするシーンも多々見られました。この圧倒的なスピードですが、日本初1億円プレイヤーとなった富樫勇樹選手からも称賛されています。富樫選手はスピードだけなら河村選手の方が速いと語るほどで、そのスピードはトップ選手からも認められているんです。河村選手は実力だけでなく、その練習量の多さにも定評があります。高校1年生の時にウィンターカップを取れなかったことは、河村選手にとってかなり悔しかった出来事だったんだとか。もちろん3年生の先輩の代わりに出場した試合ならなおさら悔しかったでしょう。その後、河村選手は1日7時間練習、毎朝7時から練習、学校がある日も朝昼晩と練習、毎日600本シュートというメニューを自分に課していました。その練習量にチームメイトや先輩、さらには監督までも心配するほど練習に明け暮れていたんだとか。2019年中国の新聞シナスポーツは、中国の10代男子バスケットボールの有望選手で結成されたリバウンド青春隊が日本の高校チャンピオン、福岡第一高校と対戦した際、キャプテンである河村選手が群を抜く素晴らしい才能を披露したと報じていました。リバウンド青春隊は、中国のテレビ局がリアリティ番組制作のために結成した10代選手による選抜チームで、その年の夏に能代工業や福岡第一という日本高校バスケ界のトップ校と交流試合を行いました。スコア上ではわずか5点差の接戦だったものの、その内容は全体に合うて福岡第一に圧倒されていたと称し、その中で最も震撼させられたのは福岡第一の司令塔河村だったとし、相手の攻撃に対するディフェンス、相手の守りをかいくぐる能力、パスのいずれにおいても抜群の実力を見せたと伝えていました。
高校時代からスター選手として活躍していた河村選手ですが、その河村選手をスカウトした当時の福岡第一バスケ部監督の井出口さんは、あまりプレーの印象が残っていないと語っていました。プレイヤーとしての印象が薄かった河村選手が、なぜ名門福岡第一からスカウトされたのか。井出口監督は、目を引いたのはキャプテンとしてチームをまとめていたリーダーシップだと語っていました。周囲に目を配りながらチームをまとめるというその視野の広さが井出口監督から高く評価されていたんですね。さらに高校時代のシュート練習は多い日には1000本というとてつもない数の練習をこなしていました。練習量だけでなく一本一本考えながら放つシュート練習には井出口監督からもお金を払ってでも見る価値があると称されたほどでした。高校時代から高い評価を得ていた河村選手はその後大学に進学してもなお成長が止まりませんでした。コロナ禍となり満足に試合ができない日々が続いていましたが、その間フィジカル強化に尽力していました。久しぶりに開かれた試合では一回り大きくなった河村選手の姿を観客に披露していました。東海大学の陸川監督は河村選手の自身を磨き続けるストイックな姿だけでなく成長するプレースタイルにもとてもクレバーだと評価していました。大学1年生とは思えないバスケスキルや強いメンタルも高く評価し、プロ転向にも強く後押しをしてくれたそうです。大学を中退し2223シーズンからプロとして活動を始めた河村選手は1年目にして MVP を受賞します。このシーズンのベスト5には富樫勇樹選手や月間 MVP に輝いたペリン・ビフォード選手がいました。ビフォード選手は58試合に出場し、そのうち10試合でトリプルダブルを達成し MVP 最有力候補でした。しかし MVP を獲得することができなかったビフォード選手は MVP の河村選手のことを非常にいい選手でエキサイティングな選手だと評価しています。河村選手はこれからがさらに楽しみな選手でもあると語っており、ライバルからも一目置かれる存在となっています。河村選手の凄さは日本だけにはとどまりません。アメリカの NBA 情報サイトフープスハイプが2022年にプロリーグで活躍する選手のドラフトランキングを発表し、なんとその中に河村選手の名前がありました。このフープスハイプは全米大学体育協会や高校などに所属している学生を除き、プロリーグ所属の選手のみを順位付けした同ランキングを発表しています。このランキングの1位には NBA ドラフトトップ指名でサンアントニオスパーズに入団したビクター・ウェンバンヤマが入っていました。さらにランキング2位にはスクート・ヘンダーソン、4位にはレオナルド・ミラーがランクインされました。このレオナルド・ミラーですが2巡目全体33位でアントニオ・スパーズに指名され、現在はミネソタ・ティンバー・ウルブズでプレーしているなどかなり有名選手の名前が連なる中、なんと河村選手が28位に入り日本人で唯一ランクインしたんです。フープスハイプは河村選手のことをセンセーショナルな選手と紹介し、河村選手の高い実力を評価していました。日本だけでなく世界各国から注目を集めている河村選手は、小さい頃からやはりバスケへの集中力がすごかったと言います。小学生時代に河村選手を指導した森本聡さんはクレバーなプレーに感心していたそうです。さらに周囲がテレビゲームに夢中になる中、一人バスケットボールで遊んでいるなどバスケにのめり込む姿に驚いたそうです。現在のプレーを見ていても私の想像をはるかに超えていると今も止まらない成長にさらに驚きの声を上げていました。横浜 B コルセアーズに入団直後から中心選手として活躍する河村選手は、青木隼人ヘッドコーチからも高い評価を受けています。河村選手のこのチームを勝たせるという強い覚悟が周囲の選手にも伝播し、チームが一つになっているのだそう。さらにチーム内でも勝つ文化が定着し始めたようで、その流れを作ったのが河村選手であると青木ヘッドコーチは河村選手の存在感を称賛しています。河村選手はヘッドコーチやファンだけでなくチームメイトからも熱い信頼を獲得しています。チームメイトの一人であるジャクソン選手は、彼は稲妻のようなスピードを持ち、ハングリー精神や向上心がすごいと称しています。さらにコミュニケーション能力も高く、試合中であってもしてほしいプレーや動きなどの確認を細かくするほど、こういった一つ一つのプレーや態度がチームにいい雰囲気をもたらしているのだとチームメイトからも高い評価を受けているんです。さらにジャクソン選手は小柄で速い河村選手のスピードについていくことで自分自身のスタッツも向上しているのだと語っています。福岡第一時代にも大柄の留学生も河村選手のスピードについていくため
練習中からずっと河村選手にマッチアップし、その練習の成果もあり、驚くべき機動力を身につけていました。ジャクソン選手もまた、河村選手のスピードに合わせて動くことによって、今までの役割とは違った動きを身につけ、チーム全体の底上げにもつながっていることを実感しているそうです。河村選手の凄さは、チームを牽引する力だけでなく、プレーでもその凄さを見せてくれます。2023年1月に、レバンが北海道戦で見せた超絶ステップバックスリーポイントシュートがかなりの神業なんです。右ウィングからドライブを仕掛けると見せかけて、トップオブザキー付近からスリーポイントシュートラインの外側に大きくステップバックし、スリーポイントシュートを放って決めています。かなり素早く大きく動いたにもかかわらず、そのシュートフォームの綺麗さに多くのファンが驚愕しています。河村選手の超人的な動きに、脚力、体幹ともにえげつない、なんて美しいステップバックだと称賛と驚きの声が多く寄せられました。日本バスケ界のレジェンド的存在といえば、日本人初の NBA プレイヤーとしても有名な田臥勇太選手ですね。田臥選手はサンエーフェニックスの特別指定選手として活躍していた河村選手を見て、将来性のある選手だと絶賛していました。河村選手の重心の低いドリブルやドリブル中の目線などにも注目しており、お手本のようなドリブルとさらに驚いていました。河村選手といえば、イケメン選手として女性ファンからの熱い声援を浴びていることでも有名です。2023年2月14日に行われたバレンタイン企画では、圧倒的な投票数でモテ男ナンバーワンにも選ばれています。バスケ界きってのイケメンとしても有名となった河村選手ですが、試合中に見せたお休みポーズが可愛いとさらに注目を集めました。スリーポイントシュートを決めた河村選手は、両手を合わせて頬にくっつけたお休みポーズのパフォーマンスを見せていました。この姿があまりにも可愛いと女性ファンから注目され、その動画が広く拡散されました。なんでもこのポーズはステフィン・カリー選手がしていたそうで、そのポーズを真似したんだとか。今回は若くして日本代表に選ばれた河村勇輝選手について紹介しました。福岡第一での観客を魅了するドリブルやパスワーク、さらに視界から消えるようなスピードなど、当時から実力は折り紙付きでした。高校生にしてプロの舞台でも活躍したり、誰が相手だろうが臆することなく攻め込んでいく姿勢は、バスケ界の次世代を担う存在といっても過言ではありません。大学を中退し、早くからプロの世界に飛び込んだ河村選手は、1年目から数多くのタイトルを獲得するなど、大きな注目を集めています。2023年6月には、なんと大手エージェント会社ワッサーマンと契約を結んでおり、河村選手が NBA への挑戦をするのではと話題になっています。横浜 B コルセアーズと3年契約を結んだことで、しばらくは日本でプレーする河村選手ですが、彼の活躍から目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画の感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もバスケ選手に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた。